恋に夢に、様々な葛藤を二人で乗り越え、いよいよ出産の時がやってきて。1840。ついにアリスの妊娠が大学、そしてバイト先に知られてしまい、理解のある人とない人の反応にぐっと来たり、イラッと来たり、感情が忙しかったですね。そんな中、チャラい先輩ユーマはアリスをかばい背中を押してくれたり、父一郎は受け入れてくれたり、加瀬は塔子に告白したりと、アリスと塔子を取り巻く環境は大きく動き出した感がありました。次回はなんともう出産を迎えるということで、意外と早くその時が来るのだなぁとちょっと驚きですが、とはいえそこに至るまでにアリスはまた自分の中で葛藤が生まれるようで、予告ではいいお母さんになんか慣れっこないと言っているアリスの声があり、確かに夢であるキュレーターには遠回りしているかもしれませんが、一郎も認めてくれて、かなり恵まれた環境で赤ちゃんを迎えることができていると思うので、またアリスにもやっとしそうな予感がしますね。そんなアリスのそばには、塔子だけではなく、黒沢社長の息子だということが明かされたユーマもいるみたいで、アリスは裏切られたような気持ちになるみたいですが、なんだかんだユーマはアリスの近くにいてくれているようで、この二人の関係がどう進んでいくのかも気になるところです。片や塔子は意外にも加瀬からの告白に浮かれているみたいで、アリスにその様子を詰め寄られ、告白されたことを打ち明けるとのことで、アリスがどんなリアクションをするのか、ちょっと楽しみです。予告で、恋愛に年の差なんて関係ありませんと言っているアリスの声があったりして、周りに話したことで、塔子の心情がどうなっていくのかにも注目です。そんな中、塔子の母、キミコが突然塔子のマンションを訪ねてくるようで、キミコはアリスのことに驚くものの、いろいろと世話を焼いてくれるようで、なんか楽しそうな予感もしますが、そんなキミコに、塔子は自分の病気を告白しようとするみたいで、母と娘がどんなやりとりをするのか、ちょっと緊張もありますね。そしていよいよ出産の時を迎えるとのことで、あっという間だった気もしますが、まずは無事産むことができるのかドキドキしますし、予告の出産シーンだけでも早くもグッと来ているので、その瞬間を見逃せないと気合が入ります。今回もアリスと一郎とのやりとりには泣かされましたし、この親子にとってこのタイミングで塔子がいてくれたことは、本当に救いでしたよね。塔子が一郎に言った、赤の他人の方が本音を話しやすいってことありますよね、という言葉は、すごく納得がいきましたし、大事だから傷つけたくなくてうまく言えないとかも、そうなんだよなぁと激しくうなずいてしまいました。しかもその時の塔子のケーキの話を出すタイミングが秀逸で、嫌味なく人との距離をほぐし、心を開かせていて、ずっと張り詰めていた一郎の緊張も解かれていったように感じました。一郎と塔子の母、キミコの育て方を間違えたという自分を責めたくなる親の気持ちは理解できますが、塔子が言ったように、そう言われると悲しいものだと思うので、一郎がアリスに直接言う前に、塔子が伝えてくれてよかったですよね。他にも、お弁当の巾着だったり、
消防士のシールだったり、アリスにとってはたった一人のお父さんなんだと伝わるエピソードがあり、そのことを一郎が知ったことで、一郎の気持ちは大きく前に進み、さらにアリスを見守ろうという覚悟が決まったように感じ、その表情に目頭が熱くなりました。そんな一郎の気持ちがわかるからこそ、休学してほしいという一郎の意見に対し、アリスが反論したときは、こらこらこらーと思わず声が出てしまいました。キュレーターを諦めろとは言っていない。子供を産むというのは命がけの大仕事。回り道をしてもたどり着けばいい。一郎の言ったことは全部正論すぎて、なんでアリスがそんなにいやいやってなっているのかわかりませんでしたが、今全部やんなきゃっていうその焦りが18歳という若さなのかなぁとは思いましたね。でもキュレーターという仕事は野球選手とかとは違い、若いからいいという職業ではなさそうですし、休学したって多分一郎は援助してくれるでしょうし、ゆっくり確実に叶えていけばいいのにと思わずにはいられませんでした。それにしても、その夢を叶えるために行っているアリスの大学の人たちのガキっぷりは衝撃でしたね。妊娠してるのかなと思ったとして、わざわざあんなに写真撮って拡散すること？と大混乱で、なんでそんなことをするんだ？とムカムカしてしまいました。なので、ユーマがガキかよって言ってくれて、すっきりですし、何にも悪くない、だから逃げるなと言ってくれて、ほんと最高でしたよね。これにはツイッター上も、チャラいと思ってたけどいいやつだった、や、こんなん好きになっちゃう、と好感度爆上がりでしたし、アリスにとって大学で心強い存在ができてよかったですよね。そんなユーマの情報で、さらにツイッター上に衝撃が走ったのは、黒沢社長の息子だったということで、そう来たか、という気持ちはありましたが、これはここから一悶着あるなぁと、心のざわめきが一気に加速しました。ユーマと黒沢社長は、仲のいい親子って雰囲気じゃなかったですが、そんな関係であっても、妊娠問題を理由に若手育成プロジェクトから東子やアリスを外した黒沢社長が、そのアリスと自分の息子がいい感じになるのは納得できなさそうだなぁと思いましたね。しかも、アリスの友達のセナは、赤ちゃんの父親でアリスの元彼であるコウスケのことが気になってるみたいですし、そういえば、コウスケの母も厄介そうな人だったなぁと思うと、産んでからも問題は山積みな気がして、クラクラしますね。加瀬については、今回で過去のことや、東子に対しての思いとかが分かって、時々見せる笑顔にキューってきたりしましたし、一郎を東子の元彼と思っているのとか、可愛すぎましたよね。友達としてって言ってたのに、告白するのは早いんじゃないかと思いましたが、言わずにはいられないほど、東子への気持ちがヒートアップしていたんだなぁと思いましたし、東子も意識しているみたいですし、この二人はうまくいってほしいなぁと思いました。今までは18歳の妊婦として、そしてこれからは、18歳の母として生きていくであろうアリスと、自身の体のこと、そして恋愛のことで、まだ足踏みしているように見える40歳の東子は、これからどんな関係を深めていくのか。これからがますます見逃せない作品ですね。では、
また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。